チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯は、適度に作った残り物の無添加で作った、健康的な梅わかめ雑炊食べましょう。はい、ということでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯ね、梅わかめ雑炊を作ったのよ。で、残りご飯、玄米ミックスの残りご飯と、お酒で、無添加の昆布茶で作ってんけどね。いただきます。おいしい。梅茶漬けみたいな近い感じ、お茶碗一杯分のご飯ずっとあるね。量は膨らんだけど、いい感じ。おいしいよ。熱いな。味付けも悪くないね。優しい海苔、昆布と梅が効いてね。健康的に、にがり入れるの忘れた。にがり入れとこう。にがりをね、数滴入れるだけでね、かなり味も変わるしね、健康的にね、全然違うんでね。酒の風味を効かすとね、かなり美味しくいただけるね。やっぱり体のことをね、いたわっていかなあかんなと思うね。美味しい。これありやね。多分ね、腹持ちは悪いと思う。ここにお餅入れたりね、腹持ちのいいものを入れると持つか分からんけど、おかげさまね、ご飯一杯だけやから。お茶碗一杯分のご飯やから。腹持ちは悪いか分からんけど、その分消化にいいから胃腸にも優しいと思うね。ね、ちょっとね、いろいろちょっと考えて動画を撮ってたのよ。で、今ちょうどその動画を撮り終えてね、と思って健康的なもの食べなあかんなって思ってね。で、今これにしたんやけどね。その動画は何かまだいつでどれかがあるからさ、このことかなと思ってくれたら、その時にしんみりしたというか、
寂しくなったというかね。やっぱりね、人間って命限られてるね。一秒一秒自分の命を削って生きてんね。だからこそ最後に後悔しないようにね。命の時間って増えることはない、絶対減っていくのよ。それが死ぬ日はある程度決まってる、あっちゃんはある程度やと思うね。それを伸ばすことはできへんと思うね。絶対にその日に亡くなるのは決まってると思うね。でも長くすることはできへんけど短くすることはできるよね。だから食べるもので病気になる。人間の体って体に入るものでしかできへん。食べ物、飲み物、吸うもの、空気もそう。だから大気の汚れっていうのは寿命を縮めると思うね。まあ、そんなのあって全て、まあ、皮膚に触れるものとかもあるよ。いろんなもあるけど、要は体に取り込むもので病気っていうのはできると思うね。あれちゃんだから病気が遺伝っていうのは遺伝じゃないと思ってる。持ってた、要は遺伝。親がこういう家系やねんって言うけど、同じもん食べてるから同じ病気になる。その説はあっちゃん大いにあると思うのよ。だから大切な人のために添加物とか体に悪いものを取らずにいいものを取っていく。そしたら寿命が伸びはせえへんけど縮むことはないと思うね。だから決まったいついつって決まってから食べ物で縮んでいってる。要は引き算やね。足すことはできへん。だからその日に向かって長生きする、その日に向かって生きていくために手前でね、亡くならへんためにも食べ物気ぃ使わなあかんと思うけど、じゃあ基本だから食べ物よ。そうじゃなく遺伝もあるって思ったのは、親が食べてきたものでなってきた、親から生まれてきてんねんから親の持ったものを受け継いでくることってあるんね。さっきにもちょっとライブで言ってんねんけど、子供がアレルギー、それは親が食べてきたものとか関わってきたものでアレルギーを子供に遺伝するってあると思うんだよ。だから昨日ちょっとね、話ライブでもちょっと話させて戻ってんけども、子供がアレルギー持ってて、で食べるものを気をつけたらアレルギーは軽減した。だからそうやね、親から食べたものでアレルギー体質を持ってきてんねんから、今自分の子供の体が作られてきてアレルギーを気にした食べ物に変えていくと軽減すると思う、ね、大事なことやと思う。だって親の生まれてから持ってるアレルギーに親が食べてるものと同じものを食べてきたらさらにずっと一緒やん。だからそこで変えていくって大事なことやねん。気づいた、あの視聴者さんすごいなと思った。うん、母ちゃんも子供ね、やっぱり胃腸が弱かったうちの子供ね、ようになってんけど、添加物やめて体をしたら、体のことを考えるとかなり健康が強くなってきたね。でもその反面添加物に弱くなって、ね、山奥にへっこんで自給自足の生活するんやったらそれでもいいけど、やっぱり外食したりね、外でいろんな仕事しとったら付き合いとかいろんなものでね口に入れたりとかあるから、だから全く添加物抜きは無理やけど、ある程度できるだけ添加物を抜いた生活するのがいいのかなと思うんだよ。こうやって大切な家族には長生きしてほしいもんね。長生きというか寿命まで生きてほしいもんね。うん、
だからこそ、あっちゃんが長生きしたいんじゃない。あっちゃんは家族のためにもう少し生きないとなって思う。だから寿命が来たらいつでも。でもやっぱり後悔は残るかな。まだやっぱりやりきれてないこと、我慢してることいっぱいあるもんな。うん。なんでこんな話を言われたら、今日は妹の四十九日なんや。だからちょっとふと考えたら、みんな感じになっちゃってね、しんみりしてんのよ。やっちゃんがつけた梅干し美味しいよ。今年もつけよう。梅干しはね、薬やからね。クエン酸大事やん。クエン酸ってすごい体にいいからね。クエン酸もクエン酸の顆粒で取るのもいいよ。でもやっぱり梅干しから取るのが一番いいよね。ということで美味しかったです。梅わかめの雑炊、優しい味でね、結構抹茶の梅干しめちゃくちゃしょっぱい、塩分過多。大体梅干しって 18% やけど、これね 30% ぐらい塩使ってんのよ。あんなりしょっぱい梅干しやねんけども、まあ薬です。もう減塩なんてクソくらい、増塩あっちゃいねんけどね、塩を増やしてね、健康になろうと思うけど、それもね、健康のことを考えていろいろやっていくのが大事だと思うねん。だからまたね、近いうちに本当に塩とか醤油とか味噌とかね、そういうもののね、大切さとかの話もしていこうと思うんでね、もうしばらくお待ちください。まあそれもちょっとみんなに分かりやすく説明していくんでね、頑張ってこんな動画と作っていきます。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、完全無添加あっちゃんの健康的な梅わかめ雑炊、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。ごちそうさまでした。美味しかった。声カスカスあっちゃんでした。